一段となっている場合は、息の形となる。隅にある場合は、隅の板6と呼ばれ、ダメ詰まりになると手入れが必要な形になる。上図のように、隅以外にあり、全体がつながっている場合、生き方となる。上図のように白1と手筋になり得る場所に打っても黒に、4と2眼を作ることで息となる。上図のように、隅以外にあっても全体がつながっていない場合、 白から、下記の手段が生じる。一段となっている場合と同様に白1の手筋を、打たれると、黒2で目を作ろうとしても白3が当たりになるため黒は、A に打てず、死にとなる。上手の黒が、隅の板6と呼ばれる形。この黒の外ダメがいくつ空いているかによって死活が変わる。ダメが空いていない場合、手入れを省くと死にとなる。上手では、黒が、ダメ詰まりのため。 白から、下記の手段が生じる。白1が、筋で、黒2に、白3と打てば、黒死になる。黒 A は、ダメ詰まりなので、白 B で取られる。黒 B は中手なので、白は手を抜いてよい。黒2で、他のところは白2で、中手になる。外ダメが一つだけ空いている場合、手入れを省くと寄せこうにされる。上手では、黒の外ダメが一個のため、白から、 下記の手段が生じる。白1が筋で黒2に白3と打てば黒4と打つよりなく白5で寄せこうになる。外ダメが2つ以上空いている場合黒は手抜きしても生きられる。外ダメが2つ以上空いていれば外ダメが1つだけ空いている場合と同様に白が攻めても黒6で A の場所に打つことができるため押しつぶしの黒域となる。ありがとうございます。